こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、電話営業という話で、ございます。ある方がね、私の方に動画で、メッセージを寄せてくださいました。というのが、出し抜けにですね、連絡があって、そしてその電話っていうのは営業の電話だったんですけども、ある大手通信会社の名前を名乗って、こちらのプランに乗り換えると、インターネットもそれから iPhone も安く契約できるんですよ。だから あなたの個人情報を教えてくださいって形でいろいろと聞き出そうとしたらしいんですよ。まあ、ここまで聞くとね、大手会社の名前も出してますし、あ、そうなんだ、いいなっていうふうに、感じちゃうんですけども、待てよと。何らかの方法で連絡してきたってことは、もしくはその大手の会社を名乗るってことは、こっちの情報は全て知ってるはずですよね。でもなんで改めて聞いてくるんでしょうか。それはですね、電話番号だけは何とかして手に入れたけども、他の個人情報がわからないってことなんですよ。ということなんで、ここはですね、ちょっと前つばですね。こういうところとは契約しない方がいいと思いますし、もともと通信系の契約っていうのは、まあ、窓口に行くのはね、まあ、最悪なんですよ。窓口っていうのは、もう非常にね、分かりにくいプランを進めてこられて、結局は店員さんがこれが一番いいですよってものに誘導されるんですよ。まあ、ですんでね、割高で契約することになります。まあ、それが通信会社の、まあ、利益になりますんで、一方的に非難はできないんですけども、何が一番いいかっていうと、やっぱりね、そういう通信系の会社に勤めている、もしくは勤めていた友人に頼むことなんですよね。私の場合は、まあ、C の木浅くんですね、彼に通信を一任してますんで、彼に、任せれば間違いないかなと思いまして、比較検討する中で必ず彼の意見を入れてますね。まあ、いわゆる通信系のコンサルティングです。で、今回私もですね、電話ですよね、それから携帯電話、その他光回線、この3つをお願いしております。で、全てが格安プランに乗り換えることができた上に、乗り換えの時の一時金返金ボーナスもあるんで、非常にね、お得に、それこそね、十数万の単位で違うんですよ。で、生涯で言えばね、100万の単位で違います。そういったものがあります。しかも1年後もしくは2年後に別のプランが出てくると思うから、それに切り替えることを想定して選んでくれるんですよ。まあ、ですんでね、私の場合はいきなりの電話営業にはお答えすいませんけどできないんですよね。もうなぜなら、全てそれをコンシェルジュしてくれる、まあ、そういった知人がいるのと、あと速稼塾ってのはやっぱりね、そういう風な分野に特化した人も参加されてますんで、まず私は動画で呼びかけますね。この件について詳しい人いますかって感じでね、まあ、そうするとアドバイスが寄せられて、そちらの方に進んでいくと。場合によっては今年はね、ズーム対談で皆さんにそのお得な情報をね、お知らせすること、そして大手通信会社の契約を大手じゃないところを介して取ることによって、実はね、ダイレクトに契約するよりももっともっといいプランで取ることができるってことがね、これでお分かりいただけると思うんですよ。ということでね、お話をまとめますと、今回、いただいたお電話に返信するとすればね、これちょっと個人名は出さないでおきますけども、その契約はしない方がいいです。もし通信のことでお悩みでしたら、地位のギャスラ君に頼めばいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、そのためのね、ちょっとズーム対談も設けようと思うんですよ。電話代でしょ、それから光回線でしょ、それからスマホ、この3つ解決すること請け合いでございます。それでは今回は以上です。連絡ありがとうございました。